どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのはこちらでございますよ。お久しぶりでございます。ザ・タワー横浜北中でございます。振り返っていきましょう。売り主はですね、三井不動産レジデンシャルと丸紅の JV でございました。施工は鹿島建設とパナソニック系ですね、入っておりました。倉庫数は1176個、58階建てでございます。馬車道駅徒歩1分直結でございます。アドレスは横浜市中区北中通り5丁目です。2020年の頭に竣工しております。以前ですね、中訪問した動画アップしております。そちらも合わせてご覧いただければ幸いでございます。こういった形で足元にはですね、ショップも入っております。スタバもございます。そして以前ですね、買い物をしましたリンコスも入っております。今回はですね、無料の展望台訪問いたします。みなとみらい線の馬車道駅上がってまっすぐ進むとですね、マンションの10個のエントランスになりますが、登ってすぐ左手のエレベーターをですね、登っていくと無料の展望台がございます。こちらの入り口でございます。オークッドスイーツ横浜です。以前車下に停めたところですね。こちらの46階にですね、無料の展望台がございます。エレベーターはですね、2機ございます。それでは46階へ向かいます。あっという間に46階到着です。はい、こういった形でエレベーターを降りてすぐ右に折れますと、素敵な眺望が広がるですね、無料の展望台となります。こういった形でですね、素敵な景色が望めるんですけども、椅子も用意されております。無料の展望台ではあるんですけども、こうやって椅子があるのはいいですね。ちゃんとお手洗いもですね、完備されております。安心でございます。多方面のですね、眺望を確認できますので、ザ・タワー横浜北中検討中の方はぜひですね、46階の無料展望台から眺望確認した方がいいでございます。まあ、これ見ちゃうと上の方欲しくなっちゃうと思いますけどもね。まあ、上の方じゃなくてもやっぱり海が見えるといいな、なんていうふうにはなるのかなと思います。こちら46階にはですね、素敵なレストランも入っております。レストランのですね、窓からも素敵な眺望を望むことができます。4月22日から運行開始予定のロープウェイも準備整ってますね。この無料展望台からはですね、これ北中のタワーマンションの間にあるので、この展望台からマンションを望むことはできないんですけども、マンションを知る一つのきっかけにはなるかなと思いますので、ぜひ46階無料展望ラウンジ訪問されてはいかがでしょうか。いやー、これデートにも良さそうですね。次回はですね、素敵なレディーと来たいと思います。ザ・タワー横浜北中の購入売却賃貸管理のご相談、ぜひぜひマンションマニアまでお待ちしております。それでは失礼いたします。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。失礼いたします。